あなたのサイコパス度がわかるサイコパス診断。次の質問に答えてください。あなたの目の前には戦時中に怪我をした軍人の肖像画がかかっています。どこに怪我をしていますか？2つ答えてください。1つ目目、2つ目足、3つ目左胸、4つ目腕。さあ次のうちどれでしょうか？足と腕を選んだあなた、おめでとうございます。あなたのサイコパス度は 0% です。目か左胸、一つを選んだあなた、どこを怪我しても生活に支障は出るんですけど、目と左胸、これらを怪我するとですね、かなり支障が出ます。なのでどちらか一つ選んだあなた 50% とします。目と左胸両方とも選んだあなた、致命傷になるところをよく知っています。なのでサイコパス度 100% とさせていただきます。